さあ、皆様をウィーンにご案内します。この曲の作曲家、ズィーツィンスキーは、ウィーン国立音楽大学を卒業していながら、州の政府や民間企業で働いていました。21世紀の今も、ウィーン子が大好きな、ウィーン我が夢の街、ビオラ、そしてバイオリンでお楽しみください。Thank you.